僕らの宇宙教室の宮川博史です。今回は南半球から見るオリオン座、それから月の模様、それから月の欠け方はなぜ逆なのか、図を使って分かりやすくお話しします。内容的には1番目に、南半球ではなぜ北極星が見えないのか、2番目としては、南半球で見る、オリオン座はなぜ逆か、3番目として、南半球から見る、月の模様はなぜ逆か、4番目としては南半球から見る、上弦の月とか三日月はなぜ北半球から見るものとは欠け方が反対なのか、同じように最後に、南半球から見る部分月食ですね、これもなぜ逆なのかということを分かりやすくお話ししたいと思います。最初の南半球からなぜ北極星が見えないのか、私たちの日本のある北半球ではこのように北極星が見えます。でも南十字星は見ることができません。でも南半球からは南十字星は見えますが北極星は見えません。なぜかというと地面より下に入ってしまうからです。地球の裏側に行ってしまうといった方が分かりやすいかもしれません。続いて南半球から見るオリオン座はなぜ逆さ？こちらも北半球から見るとこんな感じで左上に赤く輝く一等星のベテルギウスがあり、真ん中に横に並んだ三つ星、その下に縦に三つ並んだ小三つ星、そして一番下の右側に青白く輝く一等星リゲルがあります。南半球から見るオリオン座はこんな感じで逆さに見えるのです。左上がリゲル、ベテルギウスは右下、さらに三つ星の上に小三つ星があります。私が最初に南半球で、逆さオリオンを見た時には苦笑してしまいました。3番目の南半球から見る月の模様はなぜ逆さ、これも同様に図を使ってみますと北半球の日本から見ますとウサギが餅をついているように見えます。でも南半球から見るとこのように逆さなんです。4番目の南半球から見る上弦の月や三日月はなぜ左側が光っている、同様に図を見ますと、北半球から見る上弦の月は図のように右側が光り左側が欠けています。ところが南半球から見ると反対に左側が光り右側が欠けています。三日月も、写真と図を見てください。同じように反対なんですね。最後の5番目の南半球から見る部分月食は、逆側が欠けている。これも4番目の上弦の月や三日月と一緒の理由です。私が2012年に南米チリで撮った写真を見てください。北半球と南半球では逆側が欠けて見えるんです。今回の、南半球から見る逆さの天体についてどうでしたか？気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。また、いいねやコメントも合わせてお願いします。